こんにちは、夏美です。ゴールデンウィーク期間中遠征 Vlog 1日目の午後の様子になります。黒ギャルになって豪太に会いに行っていたももなんですけども、戻ってきてあれなんかちょっとプールに変化があるなということで気にしているのがお分かりになるかと思います。今はですね、少しずつ水位が上昇していっているんですね。それをももは頭を突っ込んだりして水位のチェックを行っております。なんでこの水位が上がってきているかというとですね、今日午後からですねペアリングがあるよというのをですね、他のアザラーさんから噂としてお伺いいたしました。そのペアリングの準備のためでございます。時間が近づいてきていてですね、あ、いよいよペアリングが見れるんだなと思ってですね、私は今めちゃくちゃワクワクしております。モモはプールを見ながらなんか増えてる気がするんだけどということでですね念入りに調べていますね。さあ、モモは過去にもペアリングをしたことがあるので水位が増えるということはということで今いろいろ考えているのかなという気がいたしますね。なんかこういつもと違う雰囲気にですね、ももはねうろ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 しております。このペアリングの時の様子はですね、他の方の SNS の投稿を見てもですね、やっぱり水位が上がっていました。見ていただくと分かるんですけど、プールの水すごく深くなりましたよね。線ギリギリまでねお水が入ってきているのがお分かりになるかと思います。ホッキョクグマはですね、男鹿水族館側の公式の SNS、YouTube でもね、説明されていましたけど、ホッキョクグマは陸上で交尾をするのでですね、モモがプールに入ってしまうと、ゴータは何もできなくなってしまうんですよね。まあこれ、多分少しでも水位を上げて、モモをね、こう守るためというかね、そのためにやっているのかなと思います。なので、プールの水が上がってきたら、あ、これは、ペアリングなのかなというね、期待ができるかなと思いますね。増えたプールに一度入ってですね、はい、ちょっと泳ぐももちゃんなんですけれども、もうすぐねゴータと一緒のところが見れます。5月5日で男鹿水族館がおって他の水族館に比べるとそんなに来館者が多くない水族館で、程よい人なんですよね。だけどめちゃくちゃこの日人が多くてですね、すっごい人だったんです。だからこれだけ人がいる状態でペアリングはしないだろうな、これは今日はないんだろうなと思っていたんですけども、1日目にね見ることができるなんてめちゃくちゃラッキーですね。はい、ここでモモは多分あの人来るんだよなというような顔をしてですね、こちらを見てですね、はい、首を振っていますね。これは情動行動でちょっとこうストレスを感じている時に行う行動なんですけど、あれ来るのかな、どうなんだろうという、不安もあり、期待もありなのかな、なんかちょっといつもと違う状況なので、こうちょっとこう首をこう振ってですね確認をしていましたね。はい、ももも、今までの経験上こうなったらあのおじさんが来るんだということはね、分かっていると思います。はい、扉をねこの閉めようとしているのが分かるかと思うんですけども、扉を閉めるとですね、その中までゴータが入ってきて、でゴータが落ち着いたら中にモモと一緒に合流するというような感じっぽいんですけど、モモはね扉を縛るのをねこう何度も何度もね邪魔をするんですよね。でなかなか扉を閉めることができない状態になっております。で屋上の方はですね、今完全に封鎖されていて、一般の来館者は入ることができなくなっています。で飼育員さんが何人かいらっしゃってですね、2頭を見守っている状態ですね。
まあ、交尾がまだ終わっていない状態の2頭なのでですね、ももをいつでも助けられる状態にしたいので、見守りがずっといるんだと思いますね。まあ、こんな感じでですね、閉まり始めるとももが入ってくるんですよ。上を見て飼育員さんがいるのを確認してますよね。もう私はね、バスの時間が近いので、お願い、ゴータと一緒のところ見たいから、ももちゃんお願いだから入らないでっていう、お願いは込めてずっと見ていました。はい。わかりますかね、裏にゴータが来てるんですよ、通路のところまでね。あ、やっぱりおじさんいるということで、ももは匂いを嗅いで確認をしています。はい、扉がかなり閉まってきて、ももも入ろうかどうしようか迷っているんですけども、はい、完全に閉まりましたね。上を見て飼育員さん見てますね。はい、これでバックヤードまでゴータが入ってきます。さあ、もうすぐやってくるゴータおじさんにね、なんかちょっとももも落ち着かない様子でそわそわしています。はい、扉の前までゴータが来ていますね。モモもゴータの匂いを嗅ぎに行っています。ゴータも多分中で匂いを嗅いで回っているんでしょうね。扉が閉まった後もすぐに解放されるわけではなくてですね、しばらく2頭が落ち着くまでは閉まったままでしたね。ファスってますね。ゴータファスってますね。モモもね、うろ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 しながら展示場を回りながらゴータの匂いを嗅いだりとか、またうろうろしたりをね、繰り返していました。はい。ゴータも入ってきた時よりかはちょっとなんか落ち着いているように見えますね。まあファスってるんですけどね。モモも何度かゴータの匂いを確認しに行ってですね。あ、このおじさん入ってくるんだなという感じでしょうかね。モモが扉の前から離れた後に、はい、ドアが開いてきましたね。ゴータは待ちきれない様子でですね、完全に開ききる前にですね、はい、入ってきました。匂いを嗅いでね、モモが何をしていたのか確認しています。バックヤードへの扉は閉められるようですね。まあ、狭い場所なので怪我を防ぐためかもしれないですね。モモから積極的に挨拶をしに行っていますが、ゴータはお尻の匂いが嗅ぎたいと、ケツファスファスですね。モモはお尻の匂い嗅がれるのはね、ちょっとね、なんだろう、乗り気じゃないんですよ。だから嫌だなということでですね、匂いを嗅ぎながら逃げるんですが、ゴータはケツでファスファスしながらついていきます。これ人間だったら変態ですよ。クマ的にはどうですか、熱烈愛してるみたいな感じなんでしょうかね。どうなんでしょうか。モモはゴータの、ね、匂いをすごく気にして嗅いでいますけども、ゴータは落ち着いて展示場の、ね、匂いを、ね、いろいろ嗅いでいますね。まあ、モモが何をしていたかを、ね、確認しているのかもしれないですね。
ももはゴータのね匂いを嗅ぎに行っていますけども、ゴータはももの残り香の方を、ね、気にしていますね。恋愛はね相手をよく知ってからということなんでしょうかね。あの実物が目の前にいるのに実その子が何をしていたかを気にするゴータですね。相手にしてくれないので、モモはですねあのゴータが入ってきた扉の方のね匂いを嗅ぎに行きました。匂いの確認が終わったのでモモを追いかけるゴータなんですが、ゴータが来ていることに気がついてちょっと嫌そうな顔をします。そしてわ噛みつきましたね。あの接近しただけでね首元を噛まれてしまいました。まああの血は出たりしていないので甘噛みだったは思いますが、噛んだ上にゴータから逃げるモモ。ゴータはモモとは反対側から迫ってモモと合流しますね。そしてゴータはモモを優しく甘噛みしますが、モモは真顔で首を振り解除やめろと。ゴータ優しいと思うんだけどな。でゴータの首元を噛みたいモモなんですが、それをかわすゴータ。ゴータはモモのケツの匂いが嗅ぎたいので行くんですが、嗅がれたくないモモに逃げられてしまいます。もうケツは勘弁してっていう感じですかね。まあおじさんケツばっか匂ってくるんですけどみたいな、そんな感じですかね。また向かいからゴータが来たのでプールに入りました。プールにね逃げられてしまったゴータですね。ゴータはファスりながらモモの位置を確認ですね、まあ、一緒にね泳ぐ姿ね見たいなと思ったんですけども、あの私が見ている間の時間はですねゴータは、まあ、体力の消耗を抑えるためなのかプールには入りませんでした。モモはねあれですよね、ゴータと一緒にね遊びたいんですよね。すごくねプールからねゴータを見てですねお誘いをしているようにね見えましたね。ゴータを見てますよね。ゴータもどうしようかなという感じでモモを見てですねあの移動したんですけども、そのね動くゴータをですねモモはね追ってね泳ぎます。ゴータも気にしているようなんですけど、プールどうしようかな、入るとしんどいしなみたいな感じでですね結局ね入らなかったですね。ゴータ一緒にプールで遊ぼうよと言っているように見えますけど、はい、ゴータはね今日はいいと、今日は俺は陸で勝負をしたいんだという感じでしょうかね。入らないかなとねなんとか後ろを振り返ったりしていますけども、ゴータがプールに入ってくれないということをね、はい、モムはね理解したようですね。あの白熊空気読めないとね今小さい子に言われてしまいましたけども、あのなんだろうな、空気は、うん、まあね人的にはね入ってほしいっていう感じなんでしょうけど、ゴータねおじさんだからそこは勘弁してあげて。やっぱりあのプールに入るとね体力使うのよね。結局ね来てくれないのでモモはプールから上がりましたね。早速ね噛もうとしていますね。ゴータは噛まれないようになんとか頑張っています。
お尻の匂いを嗅ごうとしたらね、はい、ももは逃げていきますね。ゴータはね、ちょっと噛んでね、もう完全にこれは甘噛みですね。ももはね、ガブッといきたいんですよ。もうやめてって感じですかね。ちょっとゴータが少しかわいそうに見えますね。目指すはゴータはお尻です。お尻は嫌なので逃げるもも。またね、反対側から迎え撃つようですね。また首元に噛みつかれそうなのをかわすゴータ。やめてという感じでゴータが少し立ち上がったらですね、あ、次上がってきたら完全に噛まれていました。やめてとね、こう頭を振って噛まれないようにしているゴータですけども、モモはね、いやこれはでっかいおもちゃだな今。でっかいおもちゃだ本当。もう体格やっぱり全然違いますよね。壁側にこう追い込んでいるんですけど、力でねじ伏せることもせず、まあ、なんかゴータってやっぱ優しいなって思いましたね。まあ、結局ね、噛まれてしまいましたけどね。身長差もかなりやっぱりありますよね。モモはメスの中では比較的体格が大きい方かなと思うんですけど、やっぱオスのゴータと比べるとかなりね、やっぱ小さいですね。ももに振り回されっぱなしのゴータなんですけど、なんかこう優しくね、ももに接してくれて本当ありがとうって感じですね。ここで私のバスの時間が来たので走ってね、体感しました。ギリギリでした。あー疲れた、お風呂入りたい。よし頑張れ。よしよし。なんか私こういうね、独り言をね言う癖があります。温泉に入った後にですね、夕飯を食べに行きました。今回ね、夕飯付きのプランだったんですよね。なんかいつも素泊まりで、今回も素泊まりの予定だったんですけども、で焼き魚定食をまた食べに行こうかなと思っていたら、なんか現地に行って夕飯付きって知って、あ、そうなんだと思ってね、驚きました。はい、白米がさ、めっちゃ美味しくて、家だと私ね、絶対玄米なんですよ。まあ、玄米の方が味的に好きだからなんですけど、秋田に行くとね、白米がめっちゃ美味しい気がするんですよね。気のせいですかね。夕飯とっても美味しかったです。これが今回の戦利品ですね。1回500円と高額ですが、かぶりなく集めることができました。20時半から生ハゲ太鼓のライブがあるので行ってきましたね。時々これどこでやってるのって聞かれるんですが、小賀温泉郷でやってます。ここで宿泊しないと見れないので、秋田に戻って宿泊している方はぜひ一度小賀温泉郷にも宿泊してみてください。ここには雪と一緒だった頃の吹雪もいました。なんか懐かしいですよね、いろいろね、うん、もう二度と戻ってこない時間だななんて思いながら生ハゲさんを見ていました。今回の動画はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。